ガッラ・プラチィア平等の内部のモザイク。末期ローマ建築とは、ローマ帝国末期における建築様式、手法の故障。本来、ローマ建築の一部であるが、実際はそれ以前と異なる色合いを帯びるため、ローマ建築とは別途のものとする。この時期、ローマ建築の優れた技法、技術は失われてゆく。 ローマ建築の末期の建築物の建築様式の古称。主にローマ、コンスタンティノープル、ミラノ、トーリアなどで盛んであった。ローマ建築の発展系であるが、その歴史はローマ帝国の衰退、変容と密接に関係がある。以前は石材が主流であったのが末期ローマ建築になるとレンガやローマンコンクリートが主流に キリシャ風から順、ローマ建築への転換であった。後に、バシリカやビザンティン建築へと発展することとなる。ディオクレティアヌス帝のテトラルキア以前の、ローマ建築においては、また、と考えられている。その主な建築物は、公衆的で、大規模であった。しかし、ローマ帝国の末期の時代となると、ローマ帝国の国力は低下、さらにゲルマン人の南下などにより、 壮大な建築を建設するほどの余裕、技術は失われていった。また、キリスト教の普及とともに、ローマ古代の神々を祀る大きな神殿などは作られず、逆にこじんまりとして閉鎖的なキリスト教の教会堂建築などが数多く建設されるようになり、ローマの大規模な建築を行う力は衰退していった。テトラルキア以後、 有力社間の権力構想が絶えず皇帝府にした東ローマ帝国を皇帝府とした西ローマ帝国が敷かれることとなった。文化的に国力が豊富な東ローマ帝国では、として発展を遂げ、ビサンティン建築という新たな建築様式が発展した。一方、西ローマ帝国は建築様式もガンラプラチリア平等など一部の例外を除いて、 停滞することとなり、以前のローマ帝国の建造物は忘れ去られていった。の流星、コンスタンティノープルやニカヤ、アレクサンドリアの繁栄前述した通り弱体化した帝国に大規模な建築事業は不可能であった。西ローマ帝国の国家基盤は早々に瓦解し、三代目のウアレンティニアヌス三世の時代にはガリアのほとんどを喪失した。 それに追い打ちをかけたのが様々な蛮族によるローマ史の侵略であった。西ゴート族のアラリック一世、バンダル族などである。ローマは蛮族らすることとなり、フォルム・ロマルムなどの建造物は砂の中に渦漏れ、廃墟と化したのであった。しかも西ローマ帝国の事業しかし、であった。しかし、建築活動はしかし、それらは後にバシリカ、 ビサンティン建築などとして変貌を遂げていった。末期ることとなるのだった。が主流であった。しかし、これらは末期、レンガなどしていた。これまではギリシア的な列中等が主流であったものが、次第にアーチなどを中心とする技法に変化していったことからも伺える。リモした。ありがとうございます。